今回はストリングヒットの解説をします。親指の側面で弦を叩いてパーカッシブな音を出します。他の指は弦に添えるイメージです。このようにスネアドラムを意識してリズミカルに叩きましょう。基本は2拍目と4拍目にストリングヒットを入れます。このような感じですね。で、後半のフレーズを弾きながらヒットするときは右手は最小限の動きでパーカッシブな音を出しましょう。はい、というわけでぜひチャレンジしてみてください。